おはようございます。吉田友派遣動画チャンネルの吉田友です。ここは町田市鶴間、駅で言いますと東急電鉄線の南町田駅のすぐ駅の前になります。こうしたクリニックビル建設予定地という看板が立っております。うちのすぐ近くの大谷コミュニティさんが管理をされております。今この6階建てぐらいでしょうか、ビルが出てきます。ちょうど今この足場が組んでありまして、上の方に南町田この診療館という看板が見えます。ちょうどこの位置から見えるでしょうか。少し拡大をしてみたいと思います。この南町田地区は以前は非常にこのお医者さんが少ない病院などがなかった地区ですが、南町田病院200床ほどの病院ができまして、24時間体制の病院ができております。それ以外にこうしたマンションがこの建物の国道16号線の後ろの方にたくさんありますので、それを当て込んだといいますか、そういう需要があってこうしたこの診療所ができるんだろうと思います。今ちょうど足場が組まれてまして、完成は2月頃というふうに書かれております。ちょうど向こうまで今日は非常に晴天の中で16号線の今走っている車が見えるところです。こうした光景を今ご覧にいただいたところです。ちょうどこの天空を仰ぎまして、反対側向こうは南町田の駅です。ちょうど南町田駅がこの下の方にあります。その向こうはグランビルの方です。そうした環境のところに新しく診療所が、この診療所といいましても複数のおそらくいろんな科目の先生が入ってこられるんだろうと思います。そういうところがビルになった形のところが出来上がります。それ以外も門前薬局もできるんだろうと思います。終わります。